やばい、恥ずかしい。出てた服したのに。そう、一応顔隠そう。なんかね、くれたんです、はんちゃんが。おめでとうって言ってくれて。わざとじゃないですよ。そっか、みーちゃん。ということで、今日は伊原はんのちゃんにまとわれてなんて、伊原はんなちゃんと一緒に配信しています。もうもはや、ありがとうございます。あ、すごいペンライトもしっかりオレンジ色で合わせてきてますね。ほら、ちゃんと長袖なんですよ。よくわかってますね、はんちゃんは。本当にまあ、ありがとう。有給したそう。うん、それはもはやジャイさんですね。それはんちゃんに車、そう、はんちゃんに車まれてます、今車で。はんちゃんそう、ジャイアンなんですよ。本当だ。え、私気づかなかった。袖にバットとボール書いてます、これ。すごい、本当に野球しようぜじゃん。すごい、はんちゃん、すごい。だからレッスンとかの時も一生これ着ようと思って、嬉しすぎて。本当になんか、はんちゃんのプレゼントの持ってき方が相当可愛くて、なんかあの、どんな感じだったっけ、なんか私が普通になんか鏡の方向いてたら、なんか「ゾウちゃん」って言ってきて、なんか「これなんか、遅くなっちゃったけどプレゼント」って言って、渡してくれて、私が「えっ、ジャイさんじゃん」って言ったら、なんか「そう」みたいな「ハンちゃんが選んでくれたの?」って言ったら「うん」って言ってて、胸キュンしちゃった。本当に可愛い、はんちゃん、嬉しい。しかもチョイスが天才すぎて。野球しようぜということで、はんちゃん。そう、さっきまでひなちゃん、ひなたんとはんちゃんとココハがショールームしてて、チラッて覗いたんです、3人を。最近じゃない、さっきしてたんですよ。そう、はんちゃん、あ、もう配信終わっちゃったわ。ありがとうございます。まとって、さあまとって。ねねちゃんのラジオ聞きました。共通の話題もあって盛り上がってた。あ、そうです、私ねねラジに出演することができました。あ、わあ、やったー。あの6期生の対談企画みたいな感じで、ねねさんと一対一でお話しして、ねねラジに出演しました。実は昨日アップロードされてて、そうだからまだ告知できてなかったんですけど、今この場を借りて告知します。ねねラジに出ました。すごい、聞いてる側やったから、自分が出る側になったのがすごい嬉しいです。そう、なんかラジオの収録とかなんか初めてだからすごい不安で、あ、でもなんかねねさんがなんか、なんだろう、普通に喋ってるような楽な感じで緊張しなくていいよって言ってくださって、もうすごい、なんていうのかな、なんか気を緩めなしないけど、なんていうんだろう、なんか楽な感じで収録することができてよかった。まあ、詳しくはラジオをお聞きください。なんか自分の声をラジオで聞くってなんか変な感じがしますね。そうだからなんか両親がなんか私がいる前でなんか聞き始めてラジオを、だからちょっとやめてって言ってちょっとやめてって言ってやめさせていただきました。ちょっと恥ずかしい、それはちょっと恥ずかしい。あ、でも
ねねちゃんのラジオ聞きました。あ、聞いてくださってありがとうございます。嬉しい。おしゃれロンティーだと思っておきましたこれですか。おしゃれロンティーですよそう、うわ、ちょいちょいジャイアンの顔、ジャイの顔見えてる。え、本当にどこまでがセーフなんだろう。テレン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 、あ、ここまではまだいける。テレンテレンテ、あ、あ、アウトアウトだアウトだった。あんまりやりすぎちゃったらアウトですね。学んだ学んださっきまでハンちゃんの配信見てたからコメント開かないでしょ。まあ、ハンちゃんから来てくれたんですね、ありがとうございますねねちゃんのラジオ聞いてありがとうございます。本当嬉しい。ジャイさん、秋色のロンティー可愛い。え、本当ですよね、可愛い。どこで見つけてくるんだろう、この可愛いロンティハンちゃんガチャガチャのなんか指輪のガチャガチャとかよく知ってるじゃないですか。あれもどこで知ってるんだろうっていつも思ってて、あんな2種類ありますっけ、ガチャガチャに。あんな指輪だからすごいなと思ってね。リサイタルの開催はいつリサイタルしますか。ぶっ飛ばすデンジャラスな歌ですか。あと何がありっけ、あのハッピーバースデーの歌とかもありますよね、確か。このキャラクターさんのいるところ、あ、見えてない見えてない、窓ガラス割れるやつ本当だ、確かに細かい。ジャイアン本当に野球しようじゃんっていう言葉のセンス好きだわ野球しようじゃんそうね、だからこれはハンちゃんの前でちょっとね、これ真似したいと思います。これを着て見てるかな、ハンちゃん見てる。ザワンちょっと無理やり感ありますよ、ザワンザワンいいね。ネネラジオ聞いてザワちゃんの恋しての人にハレブレしました。わー、本当ですか、ありがとうございます。わー、そう言っていただけて嬉しい限りですね。本当にこんばんは。ジャイアンから、そう、ジャイアンから、ジャイアンです。ジャイさん、わあ、カラフル今日の昼公演見に行って、わあ、いいな。どうでしたか今日。後で DMM で見ましょうと。明日劇場行くよ。わあ、そうなんですか楽しんでください公演ね、自分もねねラジ聞いて癒しポイスです。あ、本当ですか、ありがとうございます、安心した、嬉しい。こんばんは、ハンちゃんと、そう、ハンちゃんと、なんだろう、昨日ぐらいからずっとスタンプの送り合いしてますなんかゴリラのなんか可愛いスタンプがあって、それをなんか2つずつ送り合うっていう謎の送り合いを今日のお昼ぐらいまでずっとしてましたそうなんですよ、実はそう、名前順で、そう、ネネラジは名前順で出るんですか。でもそうだよね、イコノイズ終わってきたら大概名前順ですよね、きっとね。リラックスしてたね、リラックスできた、そうなんですよ、ねねさんのおかげです、本当にそ
そうでも若干固まっちゃったかも。なんかどこまで、なんかどこで自分が喋っていいのかとか、そのタイミングが分からなくて、なんかずっとはいとかしか言えなくて反省です。だからやっぱりラジオされてる方ってすごいなと思って、なんかすぐに言葉が湧いてくるじゃないですか。だから本当にね、私もちゃんとっていうかしっかり見て学びます。両親からの感想はどうだった？感想？あれ？待って、感想言われてない。どんなんだろう、見たんだろうか。でも私の前では見ないでだから、それに配慮して何も言わないんですかね。ちょっと配信終わったら聞いてみますね。どうなんだろう。アウトでした。あ、ショックショック。頑張ったんですけど、ちょっとニコ生夏祭りの再流化った写真届いて、わー、本当ですか。そう、嬉しい。やった、やっと届いたんだ。そう、いつ届くのかなってずっとなんか疑問に思ってて、そうで、ちょっと自分思ったんですけど、嗅覚の上手くなってきたんですよ私。なんか前までなんか手が震えて、なんか私のサインってなんかハートのハテナマークみたいな、ハテナマークっていう、なんて言うんだろう、こんな感じなんですよ。でそれがなんか本当にもうザハテナマークみたいな感じになってたんですけど、今はもうなんかザサインみたいな感じなサインを書けるようになりました。なので生写真届いた方はぜひ見てみてください。きっと上手です。家族に聞かれても大丈夫なくらい素敵なラジオでのトークをして個性を持って、本当ですか、ありがとうございます。嬉しいな、よかったよかった。こんばんはだ、はんちゃん、みゅんさんにちくわぶの指プレゼントした。なんかそれなんか MC かなんかでみゅんさん話されてましたよね。だから私も気づかなくて、それ聞いた後にえ、そうだったのってなりました。え、というかちくわぶのガシャガシャとかあるんですね、進化がすごい。え、そう、え、ちょっと私もね、最近っていうかちょっと前にガチャガチャして、あれ見せたで、アイスのガチャガチャしたんですよ。なんか電流のアイスの牛さんがついているやつをゲットしました。可愛くないですかっていう、私もガチャガチャのエピソードを話してみましたね。ほげー。池に落ちて綺麗なジャイアン寝るやつめっちゃ好き。え、なんかそれ金の斧銀の斧みたいなやつですっけ。え、なんか見たことある気がする。どんなんだったっけ。あ、いや、コメントが、あ、最近メンバーと遊びに行った。最近はメンバーと遊びには最近も行けてないですね。なんかお互い忙しいっていうか、なんだろう、やっぱりみんなアンダーを目標にしてやってるので、そう、なんかあんまり遊びに行こうっていうのはあんまならないですね最近。そう、でもこの前話したのは6期生の高校生以上が横浜の話し会行くじゃないですか。だからその帰りっていうかなんかどっか行きたいねって話はしてました。まだ決まってないんですけど、行きたいな。年上組もねきっと楽しいし、ね、浴衣の写真届いてサイン大切にするね。わー、ありがとうございます。で、大切に、わー、私も大切、一枚一枚大切に書いて、そうだから、そう、なんかコメントもね一個一個考えて。
サイン入り缶バッジ大事に大事にするね。わあ、ありがとうございます。大事にしてくださってありがとうございます。昨日はみゆさん卒業公演見てました。ああ、そうですね、自分も一緒に見てましたね。白いドレスすっごいお似合いでしたよね。しかもなんかタスキかけて出てきた時もうすっごい感動しちゃって。10月の幕張中とじゃあ会えますね、幕張で。やった、楽しみだ。ちょっと皆さんのこと見つけられるように目を鍛えておきますね。公園に入るときザワちゃんの家はとりあえず持って行ってる。ええー、本当ですか。じゃあ私がもし出たときは、ん、私がもし出たら絶対に見つけます。そう今日は中秋の名月、お月様は福岡から見れてるかな。今日は、あ、見えてました。さっき見たんですよ。すっごい綺麗でした。まん丸で色も綺麗だった。だからウサギたちが餅つきしてるのかなとか考えながらね。ゾウちゃん公演デビュー決まるといいね。楽しみに待ってるね。ありがとうございます。精一杯頑張りますお気に入りのスタンプどんなのですか。私お気に入りのスタンプ2つあって、なんか困難して、あ、すごい、すごい、お月様だ。え、すごい、え、限定なんですかこれって。すごい、すごい。え、待って、何の話してたっけ、何の話してたっけ、忘れちゃった。あ、待って、ハンちゃんからザオちゃん来てくれてありがとうって。あー、ありがとう、こちらこそありがとう。わ、すごい、またお月様や。わった、まあ、わざわざコメントしてくれたはんちゃんがありがとう。はんちゃん、私はんちゃんのキャッチフレーズすっごい大好きで、そう、家でずっと一人で言ってました。そのデビューする前、お披露目の前から、なんだろう、みんなの前っていうか6期生の前で披露するみたいな回があって、なんかその時からずっと好きで、はんちゃんのキャッチフレーズ、どうやって思いつくんでしょうね、あれは。15夜の夜、月見バーガーとか食べないの。なんかそれはんちゃんかひなたんのショールームでなんか月見バーガーの話してませんでしたっけ。そう、だから月見バーガーの存在思い出して食べたかったとか思いながら、しょげ、こんばんは。こんばんは、ね、私も今晩聞きます。温めてたラジオですか。わ、ありがとうございました。私ももう一回聞こうかしらわあ、青だ、わあ、ねえ、たくさんサイン書くの疲れなく、あの全然、あのなんかむしろなんかこれ届いた時皆さんどういう感じに、どういう感情とか、よりなんか喜んでくださるかなとかめっちゃワクワクしてたら、なんか全然疲れとか来なかったんです。むしろもうそのままずっと書きたかった、何枚でも書きたかった。本当にこれがなんか皆さんのとこに届くって考えたら嬉しかった、本当にうん10月に書けてた、はぁ、本当にやった、よっしゃ、第一関門クリア。ニコ生の足届くのでサイン入ってるといいな。
書いてますように。あとメッセージがどんなんだったかも楽しみですね。私もどなたにどんなメッセージがいったかがちょっと楽しみです。わあ、月様だ。なんかお月見の歌ってなかったですっけ、なかったっけ、なんか月見の歌お餅おだっこお団子サイン入ってなかったですか、そうなんですか、うん、そうだった。もし次回があれば次回は入ってますようにお願いしますね。本当に皆さんの分ちゃんと一人一人に届くように全部に書きたいですね。本当にそういうガチャもある。日本のガチャはすごい、そう、ガチャガチャってなんかすごいなんか進化してて、なんか私こういうなんかなんて言うんだろう、こういう食べ物のガチャガチャすごい好きなんですよ。こういうパッケージがあるやつ、なんかこの同じシリーズでなんかなんだっけ、パルムとかピノとか、あとアポロとかチョコビビーとかもあって、全部欲しいぐらい可愛くって、そう、これ本当に可愛い。私普段あんまりそのガチャガチャするタイプじゃないんですけど、こういうの見つけたらすぐやりたくなっちゃいます。しかもこれスプーンにアイスついてるんですよ。優勝じゃないですかそう、しかもなんだろう、私あと遊び系のガチャガチャとかも好きで、これとか一回登場しましたよ。これも脳の音量だけすっごいでっかいんですけど、ヤスは普通なのに脳だけすっごいでかいんですよ、このガチャガチャでもこういうわわ遊び系のガチャガチャと、あとこういう多分なんかこういう感じのガチャガチャは見つけたらしちゃいがちです。そう。ココハ来てました？そう、さっきココハから後で見に行くねってラインが来てて、だからもうそろそろ来ますかね。ココハッチー、ココハッチー。トウモロコシがモチーフになってるコーン薬指。え？待って、それは面白すぎないですか。え、婚約指輪、え、そんな、え、ユニークで面白い婚約指輪、え、すごい、あ、いた、すごいな。え、ちょっと見つけたらやってみますね。え、ここはどこにいる、見つけられない。アンダのレッスンはちょっと楽しみにしてか、頑張る、はい、頑張ります。なのでもう少しだけ待っててください。なんだろう、期間が長かった分なんだろう、見てなんかこの程度とは思わせないようなパフォーマンスを目指すので、うん、このレベルとは思わせません、はい、なのでね、もしデビューできたら見に来てください。ココガルドスは泣いた、あ、本当にココガルドスだ、ここでね、なんか選曲は噛みすぎませんと思ってね、なんかミュンさんは本当になんて言うんだろう、なんかニコ生のお披露目の時とか、あとなんだろう、初めてのアンダーデビューとか、もうなんかどの先輩とも話せなくて、私がだからなんかすごい不安だったんですよ。私大丈夫なんかなって思ってたら、みゆんさんがなんか話しかけてくださって、なんか伊沢みゆちゃんだよねってなんか気になっててみたいな言ってくださって、だから本当になんだろう、一番最初に話した先輩っていうのもあって、すごい思い入れがあって本当に大好きだった、大好きでだったので、なんか卒業するっていうのを見た時なんかすごい寂しい
なんかさ、寂しいっていう感情よりもなんか何も感情が湧かなくって、なんかただ呆然としてました、卒業発表聞いて。なんか本当に本当に、なんだろう、別れって本当に突然来ちゃうじゃないですか。だから本当に今いる、一緒にいれる時間を大切にしたいですね。したいっていうか します。そう、でもみやさんが卒業された後もなんか幸せの生活を送れますようにってちょっとお祈りします。本当によくしてくださった先輩なので、いつも会うたびになんか構ってくださって、こんな私でも構ってくださって、本当に素敵な先輩なんですよみやさん。はい、そうなんです。みゆみゆ今来た。わ、こんばんは。こんばんは。ね。さあ嬉しくってよ。本当ですか？やった、届いたんですね、無事。よかった、私も嬉しい。今から月見バーガー食べる、うわー、いいなー、お月様見ながら食べてください、月見バーガーね。みーのババメ登録しました、楽しみにしてるね。わー、本当ですか？よし、送っちゃおう、いっぱいね、嬉しい、ハッピーハッピー。わあ、すごい、ラブレターだ、ラブ。サイン入りの写真額に入れて飾ってるよ。本当ですか？私額に入れられてるんですか？すごい、やった、ハッピー、嬉しい。うさぎうさぎのやつ、え、何ですかその歌、何ですっけ、彩香の味方、あ、そっか、彩香さんの歌もある。でもあんまりお月見の歌ってあんまないんですかね、あんま聞かないんですよね。なんかお月見の歌で何があるだろうって考えた時に、なんか、あ、わ、月見の歌とか言ったから、ありがとうございます。月見だけ食べとこ。大久保カバン店はうさぎうさぎ中ですよね、なんかぴょんぴょんぴょんってやつ。月あ、そうだ、出た出た、月がってやつだ、丸い丸いなんちゃらら感じですよね、確か。すごい、お月さんだ、稲とかもある、すごいすごい。お月様がずっと照らしてくれる、よっしゃ、じゃあ私は月に照らされる、月に照らされてる女です。わ、はんちゃんが今度一緒にガチャガチャ行こうやって、え、行こうね、楽しみだ、見て、はんちゃん見せよ、よいしょ、ほ、後ではんちゃんにも個別で写真送ろう。あ、そう、なんか一応ね隠しとこうと思って、よいしょ、はい、ほら、可愛くない？でね、はんちゃん見て、ここにね、バットとね、ボールもある。すごい、はんちゃん、ありがとう、よいしょ、なんかさっきさ流れてきたコメントさ、なんかざわちゃんの笑顔は練乳ぐらい甘いですねみたいなコメントあってふぅうわぁ、お上手ですね。ではこんばんは、かわいいよって、ありがとうございます、ハッピー、嬉しい。
なんか照明がちょっとなんかずっとなんかどうしたのあなた。なんかね急になんかね、なんだろう、切れかけの電球みたいなのじゃないですか。あんな感じで急になんかチカチカしだしちゃって大丈夫か、どうしたんだろう、大丈夫か。たべちゃんの顔がお月様に見えどういうことですか、お月様、こういうことですか。お月さん写真撮ったけど難しいね。え、そうですね、なんか私もさっき写真撮ろうと思って写真撮ったんですけど全然うまく撮れなくて、なんかボケちゃうんですけどね。どうやったら綺麗にお月さんも撮れるんだろう、なんか記念に撮りたかったんです。一応写真は撮ったんですけどね。こんばんは、ハッピー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 ヘイヘイはんはんはん。今やっと雲の切れ目からつえみたい、あと見ちゃおう。似合ってるよ、ありがとうはんちゃん。嬉しい。これはモノマネの振りですか、振り。いやー。じゃあどんなモノマネ、お月様のモノマネってことですか、どうやってするんですか、お月様って難しい。お月様って喋ることはありますっけ。お目目の中に月が、本当だ、いる、ライトだけど、ライトがお月様みたい、綺麗だ。お月様、リサキちゃんじゃないの、丸いものはできるか、ほんとだ、今度リーちゃんにやってもらおう。リーちゃんは丸いものまねが得意なんですよ。私が一番好きなのは、なんか私好きなのコロコロ変わっちゃうんですけど、でも納豆が好きです。リーちゃんの納豆も好きだし、シンプルにリンゴも好きです。見えない、リンゴ。本当に面白いんだよね、リーちゃん。満月だと思ってみたら理想的だったことありますか。ちょっとそのこらこらこら面白いね、ちょっとやってもらいます。やってみて、満月と理想的ちゃんをこうやって隣にこうやって来てもらって一緒に写真撮ります。満月のりさきちゃんと満月のみゆみゆで撮ります。どういう状況、丸いもの見てると肉まん食べたくなる。肉まん、最近肉まんなんかなんだろう、肉まん本当美味しいですよね。わかります、肉まん定期的に食べたくなっちゃう。オーカスさんの時に食べた肉まんが本当に美味しくって、本当に美味しかった。そう、暑かったけど、暑い上からさらに暑いの食べるの好きなんですよ私。だからすっごい美味しかったです肉まん。カメラの夜間モードに撮るのおすすめします。わ、いいこと聞きました、ありがとうございます。やってみよう。今日は朝からスーパーカップのバニラ味の飲むヨーグルトの、そんなん出てるんですか、スーパーカップのバ、待って、スーパーカップのバニラ味の飲むヨーグルト、バニラ味の飲むヨーグルト、え、そんなんあるんだ、初耳。望遠レンズがないと綺麗に撮れないかも、そうなの、やっぱそっか、遠いもんね、お月って。そっか、あんちゃん何の T シャツだって、これはよいしょ、ほら、あ、この子です。てってれーっていう
一番の大ヒントはなんかボールとバットがついてるんですよ。凝ってる。ちゃんと自分のスマホはお月様撮影モードあるからクリエイターまで撮れる。そんな機能ついてるんですか。すごい。かわいいな、ひきちゃん。かわいい。かわいいですか。かわいいですかっていうか、ありがとうございます。シンプルに。なんか今さらってなんかさらって可愛いって言ってくださって、なんかちょっと照れました。ありがとうございます。なんか iPhone でも綺麗に撮れる撮り方みたいなのあるよね。え、そうなの。え、やってみたい。調べてみよう。とでメモしとき。 iPhone でも綺麗に撮れしたんですか、りーちゃん。ちゃんと待って、爆大すぎないですか。え、ちょっと見てみたい。地球のモノマネ。地球のモノマネは多分誰もしたことないですよね。地球のモノマネ、なんか発想力が面白い。いっぱいあるんだ。納豆には砂糖入れる。納豆には砂糖入れないですね。今日の朝ごはん納豆食べました。健康的。りさきちゃん他にもレパートリーあるの。え、ありますよ、りさきちゃん。あと三色団子とか、あとスイカとかドーナツとかいろいろあります。結構私知ってますよ、りさきちゃんのお名前ね。公園の写真撮るときりさきちゃん付き合ってたよ。ちょっと生で見たいですね、ほんと。や、生で見ちゃおう。月の歌で有名なのはおぼろ月夜とかありますね。なんか題名は聞いたことあるのに、どんなんだったっけ。ちょっと聞いてみよう。おぼろ月夜。皆既月食に、皆既月食みたいになるかも。皆既月食みたいな。え、今日ですか。551の肉まん食べたことある。あります、あります、めっちゃあります。あのなんで大阪とか行った時は絶対に買います、買います、食べます。なんか帰りの、なんか帰る時ってなんか冷凍の肉まんとか絶対持ち帰りませんと。なんか551とか好きな方には絶対紹介していただけると思うんですけど、なんか確か冷凍なんていうの、冷凍の肉まんを持ち帰ってお家で解凍して食べるっていう。大賀さん肉まん食べて、ソラッチじゃないですか。美味しかったですよね、あの肉まん。何個でも行きました。二人並んだら雪見大福みたいに見えるんかな。待って、それりさきちゃんにちょっと教えよう。雪見大福もネタできますね、りさきちゃん。雪見大福。こんばんは。今メール見て T シャツの正体が分かった。まあちょっとここでは詳しくはメールをチェックして。いつか肉まん配信やる。やりたい。なんか確かメンバーにも肉まん好きな子いて、だからその子たちと一緒にメロンパン、私メロンパン同盟もみなりんとさあやちゃんと作っているので、今度は肉まん同盟も作りたいです。肉まん、肉まん。最近はそうの梨味が好き。梨味出たんですか。食べたい。梨すごい好きなんですよ。てかもうフルーツが好きなんですけど、梨って秋の味覚っていうか、もう秋といえば梨だから、梨すごい好きなんですよ。いいこと聞いたぜ。
そう、一応顔隠してますね。こんばんワッフルやって、こんばんワッフルはレパートリー増えた。こんばんワッフルか、今までこんばんワンかこんばん、あ、でも言えてこんばんワンしか知らなかったよ。こんにちはがいっぱいレタートリーあるんですよ。こんにち、こんちこわとかこんにこわとかこんにゃこわとか、なんか私ちっちゃい頃水泳習ってたんですけど、その時にずっとこんにちはでどんなのが言えるかなって考えてました。でその時に思い浮かんだのがこんにゃこわで、本当に革命起きたって思ってました。その頃はこんにゃこわとか誰も思いつかないんだろうとか思ってそう、なんか水泳の待ち時間とかに考えてました。小学校ぐらいの時だけど。肉まん酢醤油つけないです、ノーマルです、何もつけないです肉まんは。そう、あんまりチャレンジャーじゃなくて、私もうなんか慣れてこれは確実に美味しいよねっていうのをずっと突っ走っていっちゃうタイプなので、あんまり挑戦できないんですよ。だから今度酢醤油挑戦してみようかな。ジャイアンが悪いことしたみたい、ジャイが悪いことしたみたいにやって、確かにちょっとモザイクかけちゃったから。わあカラフル。そう、冒険しないんです、なんか安定っていうか、なんかもし失敗しちゃったら怖くてそれを恐れてちょっと安定を求めちゃってます。チャレンジャーになりたいですね。みゆみゆポーズして、みゆみゆポーズ考えておきます。みゆみゆポーズ、そっか、なんかココッペポーズありますよね、ペーみたいな、どんなんだったっけ、ペー、こんなんでしたっけ、ペーペーポーズ、ココッペのポーズは確かこれだったんですよ、ペーポーズ、ペーの丸ね、よく考えつく、すごい。月綺麗に撮れたらメールのメッセージ、綺麗に撮れたら載せますね。さっきフリテジャイアン T シャツ着てるからモノマネしてくれるのかなと思って、モノマネ、あ、どうしよう、何のセリフがいいですか、募集中、せっかく着てるからやりたいですね、募集中、どんなセリフがいいですか、ひひうい、ウィンクはさん、最近ウィンクしてないからちょっとまとめてした、わー、はい、3回しました、ウィンクは3回です。ウムガヤ餅のモノマネが一番好き、あ、そうだ、あ、ここに貼るやつ。あれなんか移動する時もなんか今日これつけるんだとか言って見せてくれて愛おしかった。そう、オンエア見たらね、面白く、しかもスカートに入れててね。ねねちゃんのラジオ聞きました、わ、ありがとうございます、やった、いっぱい聞いてください、ぜひ。月見に出たら蚊に3箇所刺されちゃった、まだ飼っているんですか、わ、私蚊に刺されたらバッテンにしちゃう癖があって書いちゃうから、なんかその刺されたところをなんか爪でバチ釣りしつけたらなんかいい感じになるなって、自分の中では、でもなんかそしたらバイ菌が入っちゃうからダメだよってお母さんに言われて、だからしないようには気をつけてるんですけど。そうなの、早くなりますよね、蚊赤くなっちゃうもんね、だって刺されたら。中秋の名月、リサキちゃんと満月で皆既月食に。すごい、したいしたい、しようと。え、さあ、おしゃべり会
今日10だから来週ですよね。来週でおしゃべり会じゃない、オンライン握手会が来週で、それで横浜のおしゃべり会が再来週。そう、もう着ていく洋服を決めました。そうだからあとはなんかどういう髪型とかどういうアクセサリーつけようかなって考えてます。にひ楽しみにしててください。私そうメロンパン、肉まん以外のいろいろな中華まん好き、ピザまんも好きです。でも他食べたことないか、うん、あんまんも食べたことないですし、ピザまん、ピザまんと肉まんしか食べたことないかも。中華まん、今食べてた層のなし味、今日ちょっと暑いからなんかアイス食べたらちょうど良さそうですね。ね、こんばんにゃん、こんばんにゃん、こんばん、わかにゃん。あのわかにゃんさんのキャッチフレーズ可愛いですよ。本当に。こんばんにゃん。わかにゃんさんだから似合いますね。では。本当に。こんばんワンダフルやって、ワンダフルもあるんだ。そう、ここペポーズあるんでしょ、ね、肉まんの具は何が好き、たけのこ入ってたらちょっと嬉しいです。たけのこ入ってる肉まんとかもありますよね、確か。うわ、レモンだ。たけのこ入ってるの好きだし、でもなんか私お肉がこうやってもう具が固まってるのが好きなんですよ。もうなんか餃子なんて、もうなんかパラパラのお肉じゃなくてキュッてなってるお肉が好きなんです。おいのびで焼き塩で、焼き塩でがいいですか。焼き塩、3回一瞬で終わった、確かに一瞬で終わっちゃった。ウィンク見逃しちゃいました、ちょっと。はい、ウィンクは4回、今日だけ4回になっちゃった。かわいいですよって、ありがとうございます、嬉しい。ねえ、そう、私蚊に刺されやすいんですよ。だからすっごい刺された跡がまだ残ってて、なんでなんだろう。私 B 型なんですけど、 B 型って刺されやすいんですっけ。なんか O 型が刺されやすいんやと思ってて、よから、え、刺されるんだと思って、そう、そう、来週なんですよ。もうおしゃべり会も握手会も今月にギュッて詰まってて楽しみ。だって直接会えるの、直接公園とかで会えたりはしますけど、直接こうやって会ってお話しする機会って本当におしゃべり会とかでしかないじゃないですか。だから本当に嬉しくて楽しみすぎる。横浜2部行きます。うわ、本当ですか、楽しみ。任務って確か11時ぐらいからやったから朝ちょっと早いかもしれないけど、気をつけて来てください。待ってます。横浜、お洋服は問答無用で褒めちぎれちゃない。本当ですか。わ、ママ先に聞いちゃった、褒めちぎるって。ご飯も行きたかった。そうなんですか、
わあ、また機会があればぜひ一緒にお話しましょう。お願い。カヌレ食べたことありますか？カヌレはありますけど、なんか私にはちょっと大人の味やったなって感じがします。そう、なんか大人の味でしたカヌレで。そしたらさやまるさんがおすすめのカヌレのお店教えてくださって、そうだからもし機会があれば行きたいですね。なんかなんだろう、なんかなんかそのカヌレっていうか大人の味じゃないですか、カヌレ、カヌレって。でもなんかすって食べれるよって言ってまし言ってたので。そう、あ、カレーマンとかもあるんだ。食べたことないや、カレーマン。なんかむしろカレーパンも食べたことないんですよね私実は食べたい。ちょっと待って、足がしびれちゃった。あげよう。そっか、待って、そうだ、ちょっとさ、もう時間がさ、もう1時間になっちゃいました。うん、早いよ、あっという間だね。今日いろんな話できましたね。だってさ、この T シャツの話もできて、ガチャガチャの話もできて、ネネラジのお話もできて、今日はとても充実した配信でしたな。よかった、皆さんのおかげです、ありがとうございます。じゃあ、壇上を読みますちょっと待って、そうこれね、ちょっとよし、じゃあちょっと足がうわーしびれちゃった。よし、ちょっと待ってね。はい、じゃあ壇上を読みます。はい、13位 S&H さん、ありがとうございます。はい、12たか0925@ ザワちゃんずザワちゃんずさん、ありがとうございます。はい、11マトンザワザワ軍団さん、ありがとうございます。はい、10位渋田さん、ありがとうございます。はい、9位みちさん、ありがとうございます。はい、8位ベルカンさん、ありがとうございます。はい、7位つよしたけし12秒さん、ありがとうございます。はい、5位ヘルシアさん、ありがとうございます。はい、4位バクトラさん、ありがとうございます。はい、3位リドさん、ありがとうございます。何のポーズしようかな、ウサギのポーズしよう。今日は15夜だから。はい、2位ユーマさん、ありがとうございます。ハートにできるこれ。何しようかな、じゃあほっぺハートに。はい、1位ノブ CK さん、ありがとうございます。何にしよっかな、じゃあ大きいハートにしとこう、見えなかった、こっちにしとこう。
見える？はい、ということで以上ですかな。ありがとうございました。本当に2500人、2622人の方が来てくださって嬉しい限りでございます。ありがとうございました。本当に今日も遅い時間まで付き合ってくださってね、ありがとうございます。ちょうちゃんこまおうやってわーこまおうよ。ちょっとお疲れ、ありがとう、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。レッスン頑張ってね、怪我もしない、ありがとうございます。最高でした、私も最高でした、楽しかった、ありがとう、ありがとうございました。本当に皆さんのおかげでね、また頑張れそうです。皆さんもゆっくり休んでくださいね。おやすみなさい。またねー。